いちいちそれやらせる必要ある。よし、続けてくれ。それで裁判が始まるのを待ってたんだ。知ってるかな、刑務所にいると時間が経つのが遅く感じるんだ。ある日、人が面会に来た。フロリダ州マイアミ7月28日。なんだこいつら、知ってるやつらか。こんにちは。誰です？言ったろ、やつは俺たちのことがわからないって。なぜここに？仕事の仕上げに来たんだ。念のためだ。どうやら通り越し苦労だったらしい。言ってる意味がわからないんですが。ああ、そうだろうな。せっかく来たんだ。お別れの挨拶をしよう。お別れ？ああ、お前はよくやってくれた。だがどうやら、お前にはもう時間がないようだ。何の話です？いずれわかるさ。また会えて嬉しかった。でももう行かなきゃならない。元気でな。こいつ、だってワンの主人公に殺されたからそれが時間なのかな。殺されるのが時間なのかな。今電話してるとしたらもう時系列は、あ、そっか、これ、ここ、ん？おらおら、くそ、殴れねえ。なんだよ、こっち行かなきゃいけねえのかよ。お、なにこれなにこれ。なにこれ。残念だったな、クズ野郎。ああ！え？逃げるのこれ？いや、捕まると終わり。武器拾うのか？バスケットするんだ、バスケット。あ、なんかわかった。ボス戦と一緒だ。くそ、これ避けた後になんかあるんじゃないの？謎解きだな。攻撃ができない。何もできない。これを避けた後に多分なんかある。この攻撃を避けなきゃダメだ。あの1のあのラスボスっていうかボス戦を思い出せ。くそ、なんだあの超次元の動き。つけて引きつけてダメだ。これ場所も誘導も重要だな。引きつける場所も重要。うわ、くそ、もっと起動を、無理だな、むずいな。ダイソン並みの、マジ、ザンゲフ。ストリートファイターの、ザンゲフ張りの、吸引力だな。何やんだこれ、マジ、わかんねえな。逃げるときは一気に距離を離して、逃げる。オッケー。角の方を誘導しといて、逃げるときは一気に距離を、あ、ね、むずい。これ多分何回か逃げ切ればいいんだろうけど、こうして、いやでもインコスついてくるから結構きついんだよなこいつ。これでなるべく周りの方から、うわ、くっそー、効果。あー、なるほど、2回避けたら武器が出てくる。よし、こうだな。こうやって巻かないときついわ。こいつが曲がり、すごいカーブ性能が強いんだけど曲がりきれないぐらいの角度で逃げていかないと。よしよしよし、放り込んでくれた。いや、これいつ当てんだろう。いや、放り込んでくれんじゃん。にゃんにゃん曲げ。こいつはもうこうやって避けていくしかねえな。2回、こいつの曲がりきれない範囲でどんどんこうやって避けていくしかねえな。で、そうすると武器が追加されますと、曲がりきれない範囲で逃げて殴れないんだけど、いつ殴るんですか。その前に取った武器は使えるのか。まあそっからだよな。避け方はもう完璧になったわ。もう絶対捕まんねえけど、あ、一応武器触れるな。触れるけど掴み損なったタイミングで振るのかな。武器追加、武器持つ。でもう一回、もう2回ぐらい避けてみるか。あそこで殴りに行くんじゃねえかなって思うんだけどな。違うのかな。ここ、よっしゃー。やっぱそっか、一瞬だ、掴み損なった一瞬でやりに行くんだ。え、なになになに、え、 What? What? こっちか。正解を見つけて、やばらちゃん、
やわらちゃん、やわらちゃん、やわらちゃんムーブ、やわらちゃんムーブ、やわらかやわらちゃんムーブ。あ、でも全員近接だ。助かる。やわらかやわらちゃんムーブでいこう。やわらちゃん、やわらちゃん。空手、空手。柔道、柔道。あ、やっぱ、生きてる。いやいや、行きたい、行きたい。オッケー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 。よっこいしょ、一。からの。あいつ銃持ってんだ。あいつは銃持ってんだ。いた。軽く。軽く殺すのやめてくんな。上向いて、上向いて、上二人殺す。下一人殺す。下一人殺す。下一人殺す。で、こいつら全員なんかトンファーみたいなんだから、近接タイプなんだよね。下を見る。あ、なんか囚われてる。あぶね。マジか。あぶね。銃持ってんの怖えな。で、上のガラスにも映っちゃうから、中入るのも怖えんだよな。銃をまずゲットしなきゃいけないの。いてーくそーいてーマジか。ガラス張りの恐怖。ガラス張りの恐怖いって。上、上、下。上、上。上、上。上、上。下。下。こいつ銃だ。ありがてえ。マグナムゲッチュ。わざと映って見つかればいいのか、ここ。そのためのガラス1枚か。1枚張り、1枚張り。あいつも銃で殺したいけど、奥にいるやつに見つかったときは怖いな。ちょっとあいつからだな。あー、なんか助かってる。おいしょ。でもって奥のやつの前に、ここのやつ殺しちゃうか。よいしょ。あら、飛んで。よし、当たった。すげえな、これ。弾速遅いけど。弾速、遅い。弾速遅いけど大丈夫か、これ。マグナム。威力やばそう。まあでも威力なんてあんま関係ねえけどな。大体、一発撃っちゃ死ぬから、このゲーム。奥ももう死んだか。いや、ここ怖えんだよな。隠れてる、見逃した兵士に。いるね。いるね。ほらほらほら、たまれ、正義の鉄槌だ。こっちちょっと様子見るか。ここは3人か。どうして銃の音で釣ってみるか。来んのかよ。2人ともこっち来んのかよ。あとは簡単ですね。あとはこの隙間から狙い撃つぜ。すればいいんで、ロックオンストラトスバリに狙い撃てば。狙い撃つぜ。狙い、危ねえ。弾切れ。あら、危ねえ、危ねえ。弾切れ。これか、6発。で、どこ行けばいいんだ、こっちは。あ、こっちは、5。5を釣ったって。あ、こっちは。やべえ。やべえ、やべえ、やべえ、なんかすげえことになった。べえ、やっべえ、近接欲しい。やっべえ、べえ、マジべえ、マジやっべえ、やっべえ、マジべえ、あ、マジやっべえ、お、やっべえ、なんか、やべえ、なんか殺しちゃったよ。なんか、絶望的な状況から奇跡の生還を果たしてるね。まず隣の部屋行くか。やっべえ、やっべえ、やっべえ、やっべえ。べえ、マジべえ、マジやべえ、マジやべえ、やべえ、やべえ、やべえ。オッケー、オッケー、奇跡の生還を果たす愛の戦士さんはやはり素敵ですな。ターゲットのどこに向けて、ターゲ向けて、ターゲ銃持ってる方に向けて、両方銃持って殺す、殺すんじゃ。これ死んでるよな、多分。死んでない可能性があるのも怖い。あそこだな、あいつは。に向けてシュー、生きてる、お見事。こいつら何、これ何、虐待が行われてるの、日々。なんなん。あいつ当たんねえかな、動いてて当たんねえんだよ。やべ、弾切れ、やばい。よいしょ。うわ、やべ、マジか。おーらー、怖え。怒涛だよ、怒涛の。怒涛の近接。やばいやばいやばい。ショットガン！オッケー。上だな。本読んでるバカと、
本読んでるバカは後でいいな。おまわりさん、回ってるだけに、回ってるからこそのおまわりさん。お前はエロ本ばっか読んでるから、着替えろ着替えろ着替えろ。ポリスマン、アイアムポリスマン、ハハハ、ポリスマン、イエア、ポリスマン、出動せよ。うわ、このこいつらに襲われるじゃねえか、ポリスマンに着替えたら。なんだよなんだよ、逆に着替えた方が良かったやつやないですかい。近接がいいな、ここ。あそこで見てるな、マリア様も見てるよ。マリア様とこいつが見てるよ。こいつにだけ見つかる。うわ、もうゾンビかよ。うわー、マジか、今のやられてねえのか。 OK 冷静にショットしていけば多分大丈夫。まずこいつに見つかる。冷静にショット冷静パスタの近接がいいな、ここ。一回武器捨てて、近接、うわー、マジか、早い。あそこにトーファーみたいの落ちてるから、いやー、マウントポジション取ったら負け。うわー、背中でか、早い、マジ、野獣のことし、マジ野獣のことし、やばすぎだろ。大反乱だよ、お前。オッケー。怖っ。銃も持ってるもんな、お前ら。本当に。よいしょ。上にもいる、オッケー。もう皆殺しだよ。全員、罪なき者も全員皆殺しだよ。そう決めたんだ、俺は。うわ、早い。マジか。くっそ。多分ここ、近接じゃないと無理だ、ここは。早すぎて対応できない銃だと。マジ恐ろしく早いな、本当に。本当早い。あいつ歩いてくるからそこを狙いに行く。もう一人いるな、この部屋。もう一人いるの、まあいいか。まずこっちで、お前、危ない。うわー、くそ、これ繋がってんのか、やばい。おいりりゃー、これ悪行はそこまでじゃー。あぶね。オッケー。倒して。お前も倒すよ。もうこれテンポが大事。こういうのテンポが大事。チンポ。でそこに移るじゃん。わざとここに移る。あ、でもこいつ銃持ちだからやべえな。銃持ちだからわざと移るのあんまりよろしくない。ここは繋がってないよ。あ、繋がってる。壁かと思いました。オッケー。であっちに行くには、あ、ここも単独で繋がってんだ。独房なんだ、ここ。うわー、はえー、音速かよ、マジ。ソニックもびっくりだな、それ。マジ今までにない感じだな、この感じは。この難易度、この逆に難易度高い感じ。敵がこんなに強いのは今までない感じだな、ホットラインマイアミ。今回が初じゃないか、ホットラインマイアミ2。すーげえ強いんだけど、これよ、お互いが銃持ってんのいんな、あそこ。めんどくせえな。これで速攻倒す。ここ開けとく、開けといて、殴りたかった。起きたところを倒す。あそこ2人銃持ってんのがきついな。まだ見つかるか。まだ見つかるのもあんまよろしくねえな。じゃあここ下に行くか。あのムキムキムッキーに見つかるか。ムキムキムッキー、早い君、本当に。うわ、やべ、どこまで行く。そこまで来たら、あ、これはチャンス。オッケー、バカが。あいつはもう銃で行くか。よいしょ、まだいんの、まだいるか。うわー、くそ、マジわかんねえよ、そこにいんの。本当に早えよ。来る、倒す、はい、さようならします。早い、ビースト、マジ早いんだよな、マジ。本当に怖い。本当凶悪感。ここは銃じゃない方がいい。下に隠れてる可能性ある。これゆっくりか、ゆっくりか。あいつはいきなり出てくる可能性あるぞ。
怖えな。何持ってんの、アイスキャンディーみたいな、ガリガリ君みたいな持ってる下のやつ。なあ、あれプラズマブレードみたいな。課金アイテム持つのやめろ。起き上がったとこを安全に倒した方がいい、これは本当に。オッケー。うわーマジ強、マジ強いな、この敵本当超次元だわ。ここは食堂だろ多分。うわ恐ろしい。うわデブだよ、デブはやべえよな、絶対デブやばい。このデブなんかもう3倍速そう、デブ、デブは3倍速。オッケー。うわーくそ速え。まずこいつを釣ります。で速いのが来る、で私を餌に釣る。あれ上のあいつか、やばい、デブ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 は多分銃じゃないと死なんだ。やばい、デブ怖い、デブ怖い、ほんと怖い、デブ怖い、デブデブデブほんと怖い。お前何食べてんだ、お食事パーティーじゃねえんだよお前。デブデブやられてんじゃないでしょ。デブはいいよ別に、デブはどんどんやれ。わら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 びーさんだね、あれは。わら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 びーさんって感じだよ。近接でいきます。近接じゃない方がいいのかな。うおおやっぱこういう混戦乱戦状態になると近接の方が輝きますね。下も繋がってんのか、いや繋がってはない。こいつをまずはロビンソン。あらら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 、ら入っちゃって、入りきなかったのに。しかも、あ、待って待って、やめて、そんな叩きつけたらダメです。ムーズすぎるこのステージマジで、頭おかしい。うえい、難しい、やばいやばい、難易度やべえ、本当にむずいわここ。デブにはお仕置きをくれてやれ、銃弾の制裁というお仕置きをね。じゃあ下のデブにも銃弾の制裁加えに行くか。あいつは近接だから大丈夫でしょ。歩いてくれちゃう、デブ。歩いて、クリュー、お前にもくれてやるぜ。下から行く、下から行くなら、近接で上のやつ、誰かに一発銃弾をぶち込んで、銃を、うわーわー危なかった。この近接、これで下から回していくか。オッケー、怖えな。うわー、よりによって変なの来た。はあ、怖い。よいしょー、おいしょー、マジ怖え。早いやつがマジ一番怖え。どんな速度やねんって速度で走ってくるからな。これに 銃がある、もうこれ使っていこう、甘んじて使え。よいしょ、あ、まだいんの、あ、まだ一人いるわ。気をつけろ、まだいるかもしれん。オッケー、逃走しろ、逃走逃走、バーイ、え、グッバイ。どっち、あ、こっちか。え、だってこっちさっきさ、ジョヒュンみたいにやられたとこじゃん。え、ここは任せて脱出するぞ、急いでここから離れろ。 Thank you very much! Thank you very much! すごいよな、警察に紛れて乗っちゃうんだね。あとは話すほどではない。聞いてもいいかな、脱出した後はどこへ。話しても問題ないだろう、ハワイだ。だからこそ航空券が必要なんだ。自分のじゃない、母さんの分だ。母さんのことが本当に心配なんだ。誰かが面倒を見ないと。あんたなら母さんを連れてきてくれると思ったんだ。わかった、まずは銀行の残高を確かめないといけないが、どうにかして金は用意するよ。どんなことをしても必ず。その、わからないと思うけど本当に助かったよ、ありがとう。なるほど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 、どこ行くの。あ、これか、エヴァンへ。最近連絡がないわね、会いたいわ。子供たちも寂しがっている。まだやり直せるはずよ。でも家族より仕事を優先する人とは一緒に暮らせないわ。今でも愛してるわ。あなたも、そうだといいけど。これを読んだら電話をちょうだい、シャロンより。電話なんかするかよ。電話するんじゃん、ちゃんと。
いいやつじゃん。ちゃんと電話してんじゃん。